はい、始まりました。始まりました。はい。ウェブラジオ。人生すごい。い <laughs> よし。やっていきましょう。やっていきましょう。次回、えー、は、ファイナルファイトターフ、荒垣と。えー、俺がいないところでね、手塚さん、荒垣さんにあるらさんがね、遊んでいたらしいなって思った中のと。<laughs> 最近、その、 集まりで中野ブロードウェイに行ってゲームボールアドバンスとゲームボールのソフトを大量に買ったケイリ・テズが「はいやっていきましょう悪いやっていいですよ中野がいないのにでも中野ブロードウェイに行くのもどうかなあ中野に <laughs> そうなんです概念的には <laughs> そ,うそう概念的にはいたってことかって思ってうんみんな常に中野のことはねよぎってただろうなと思ってってたでもあれですからねその長野で確か手塚さんと中野さんは会ってるからねその ああったことありますよ。あったことありますよ。あったよね。だから、そんなにね、罪悪感なしって感じだけど。ああ、なるほど。全然いいんですよ。そう、全然いいんです。そんな。俺がいなきゃ会っちゃだめなんでね。言うほどそんな。全然いいんですいや、でも仲良く遊んできましたよ。ね。うん。面白って思って。んかそれプラス中野ブロードウェイっていうのがやっぱり面白って思っちゃって、ついついね、言いたくなっちゃったっていうだけ集まったっていう感じでね。いやー、3人でも遊びたいですけどね。 やっぱりまあで遊んうももありますけどねまあまあそうだけどね。イベントで遊ぶっことないかなっぱりね。あの。遊ぶためだけに誘い合うことないよね。前回の友達理論だとねちょっと怪しくなってきてるけど。今回手さんはもう本当に遊ぶためだけに遊んだ感じだったからそう。 遊んんだなっっ思たたけどそういえば中野さはやことでもさ俺荒牧さんに限らず遊ぶためだけに遊ぶのってかなりないですよ。そうかもね。中野さん結構そういうのなさそうだな。ないよ。1対1ではマジでないし。うん。手塚さんと会ったのがめちゃくちゃレアケースだったな。遊ぶのが嫌いってわけじゃないよね。遊ぶのが嫌いってわけではないけど学生の時はどう学生の時はえー。 俺以上に周りが遊ぶのがそんんななな好きじゃかかかったかもなんか俺ら大学の文化祭に行こうよみたいなこと言っても、ねうん、みんな文化祭なんて言っても何でもないだろうみたいな感じで誰も来ないみたいな <laughs> 中野さんみたいな人がいっぱいじゃん座禅ボーイズがライブに来てんだぞお前らって感じでねそういう座禅 <laughs> ボーイズ来てんのに行けない,かないんで<う>来ないのっていう、うん ハンバードも来てんだこらって思いながらねなんかみんな好きそうだけどねそのんか言うたらサブカル男子たはいやだからサブカル男子たちではなかったんですよ別に大学の友達って全然うんなのでまあだからあんまりなかったかもねうんと言いつつまあそうそうそううんそれによって中野さんは逆にそういうふうに感化されちゃったってことですかどうなんでしょうね まあでも長野でね、うん、みんな距離が遠いからっていうのはまず確実にありますけどね、うん、物理的にうん、うん、遊ぶの好きですよ俺スプラトゥーンとかねみんなそってやってるし、うん、だって全然好きなんだけどだ、ねうん、直接だって何を遊ぶって時の選択肢が俺の中に多分ないんですよね、うんうん、ああそっかなんかあの気まずくなっちゃうのが みたいなねあってもスプラトゥーンやるだけですからね対面でやってスプラトゥーンやったり話したりするのはね別にディスコードでもやってっからねあれ言ったじゃん VR のさああそうだね大昔の話すんじゃんって感じだけどもうそろそろ10年たけそうなぐらいの昔あれすんじゃんって思うけどまあちょっとねあれですけどまあとりあえずあのイベントで一回あるんですよその人志子の22日にね まあもうチケットは取った人は取ってるから、あれですけど、で、そうだね、あの配信があるからね、うん。そうそう、配信があるから、皆さん見てください。で、あれだ、過去のね、やつも今ちょうど。うん、そうそうそう、今、えっ、ー、と、前回のリアル囲いをあのアーカイブしていると、ね、そうそうそう、うん、アーカイブ、お金が払えば、うん、1> 第1回リアル囲いの様子がね、見れるっていう状態になって、うんうん、面白かったと思いますよ、やっぱ、そう、あそこでしか聞けないデカパイナーゾウそもあるから。 今回はゼカバイナズナズあるのかないのか分かんないねそういうことねそう俺は本当に知らないあのあるのゼカバイナズナズクリエイターの人が頑張ろうと思ったらできる確かにそうそうでまあそれに関するお便りが1個来てて匿名気病でまあ質問でねお便りというより質問ですみません帰りの新幹線の予約を取る関係で人種コリアルイベントは大体何時頃終焉を予定しているか教えていただきたいですということでありがとうございますありがとうございます というわけで今言うんですけどこれが聞いてると願って、うん、この歌やりの方が、うん、とかとかえっとまあ前回と基本的には同じ、えー、12時半が開演、うん、会場自体はもうちょっと早くからあの入れるとは思うんで並んだりはできると思うんですけどまあイベント自体は12時半開演で、うんえー、15時半が終演です、うん、つまり3時半までやっとるってことです 昼頃に3時半だったらもう結構どこでも帰れる気がしますけどねうんうんうんでもまあ3時半に終演してその後物販を挟んでああそ,ううそうそう4時には完全撤収みたいなイメージなんで、うん、だからその会場を後にできるのはもしかしたら4時ぐらいになるかもねっていう気持ちでいれば間違いないんじゃないかなっていう気はしますねそういうざっくりとした確かにまあでもそんなにそのなんか 本気出せばどこでも帰れると思うなそうなんだうんと思うその北海道とか沖縄とか飛行機と使えばねうんうんっていう感じですご参考までにって感じです、うん、はーいええー、というわけでじゃあお便りを続けて読んでいこうかな読んじゃえ読んじゃえ、はいえー、まず1個目あこれは変身系ですね以前に読んだ、うん、なんか短歌を読み合うお友達美しい友情ですね<ー>みたいな、はい、でもあんま仲良くなれなく、うん、なんかね 仲違いし始めちゃってみたいなお便りがあったと思うんですけどそれに対するねえ報告みたいなのが来てるんでちょっと読みますねえこんにちは左右網にも困っていますですえ昨年単価友達が極端な思想にハマったことを相談したものですえ私の小さな悩みに真摯に答えてくださり本当にありがとうございましたお三方のご回答を聞いて改めて経緯を振り返ったところ思い当たる節が少なからずあったのでご報告します えー、最初に友人をおかしいと思ったのは新卒で働き始めた頃です、えー、私も友人も積極の接客の仕事に就き理不尽なクレームや上司にうんざりといった花箸で盛り上がったり会社を燃やす単価を作ったりしていました <laughs> <laughs> その頃突然彼女に退職して単価系 YouTuber として生計を立てないかと誘われました私も友人も趣味程度の腕前です何の受賞歴も知名度もない我々にはあまりに非現実的に思えましたかっこ受賞歴も知名度もない方が突然ネットで跳ねたなんて話もありますがそれを最初から目指すのは都合の良い夢物語に感じます した、うんえー。なのであまり真剣に答えずいやいやと曖昧に断りました、えー、それから私は転職し、うん、接客業とかけ離れた工場で働き始めました一方彼女は独立し、うん、知人と会社を立ち上げたと聞いてかなり驚いたのを覚えています,すいうん、えー。その後代表取締役である知人がどこかへ行ってしまい大変な事態になったがバイトでなんとかしているという話を聞きました えー、それからコロナ禍に入り彼女のつぶやきはどんどん過激に染まってきましたこの頃には彼女から短歌が送られてこないことにも慣れていました、えー、こうして書き出すともう思い当たりまくりじゃんという感じですが当時は親しい友人が過激思想にはまったショックが大きすぎて、えー、考えも及びませんでしたもしかすると私の想像とは全く違う経緯があるのかもしれないしどんな理由であれ差別はいけませんが普段単短歌をやっているのに想像力も理解力もなく情けない限りです、えー 皆さんにいただいたご回答の中で、どこまで、えー、彼女に踏み込めるのかという言葉にハッとしました。彼女の悩みに最後まで寄り添う覚悟があるのかと聞かれると、今年は2人目の子供が生まれ、自分と家族のことで手一杯というのが正直なところです。えー、美しいと言っていただけた友人との関係が、うん、こうして自然消滅してしまうのは悲しいですが、もし今後彼女がお題を送ってくれたら、その時は喜んで短歌を送ろうと思います。ご報告が遅くのにすみません、また今回も長文になってしまい、申し訳ありません。ということで、ありがとうございます。最後の一文がもう、美しいと思っちゃった、ねはい、あー、なるほどね。うん うんまあ、もし今後彼女がお題を送ってくれたらその時は喜んで短歌を送ろうと思う確かに。俺このお便りに何て答えたかってちょっと正確にはもう覚えてないんですけど、うんうん、でもそのこうやって人の、うん。 事情を勝手に美しいって消費するのもなんだけど美しいですねみたいなことを言ったことは覚えててそういうあの、うん、ところから引きつけて言うと、うん、こうやって消滅してしまうのも美しいといえば美しいなと思ってる自分がいましたねなるほどね、うん、俺はそこまであれがねそのできないけど、うん、いやでもまああれだなうん,、まあ、なんか そうそう確かにハードなその感じだったんだなっていうね、うん、そうですねだからどうやってそういうふうに追い詰められて人が変わっていったのかっていうのは我々は知らないところでいろいろあったのかもしれないよねみたいな話をね確かしてでこの方は振り返ってみると確かに彼女も急に変わったんじゃなくていろいろな積み重ねというかなんかあったようなね気配はあったともしれないうねそういうことですよね。 まあだからわからないねという話。まあ、ありがとうございます。お便りをね。報告いことそうだね。なんか、うん、でも。なんか。やっぱり単、た退職して単価系ユーチューバーとして生計を立てないかって。うん、あの、いうのってさ。まず、まず短歌系ユーチューバーっていうのはさ、まあまあ、あんま。いない。からさ。なんか。その。成功するのかって言われると、その。 ちょっと難しいかなとは思うんだけど、うん、なんかやっぱりすごいいいなって思ってさ、<laughs> その、その、あの、なんだろう、誘い自体がさ、そうん、うん。で、なんか、やっぱりこの、あの、投稿者の方も、なんかやっぱそこを断ったことに対して、ちょっと負い目も感じたりしているのかなという気もちょっとするというかね。だから、んその、確かに、 まあ、こ断っちゃうのは全然、あのー、仕方ないなと思うんだけど、うん、そのこ,これ絶対成功しないよなーっていう気はしちゃうんだけど、うん、俺も自分でも、うんまあ、リスクでかいもんね、うん、そうそうでもそれはそれとしてさこの誘いってすごい素晴らしいなというかね美し,、うん、美しいというかね荒垣さん<の>俺と漫画評論系 YouTuber として整、うん、形立てませんかみたいなねことを言うようなもんだもんね、うん、俺がね例えばそう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 ん だからね、でも俺は苦笑いしながらやるかって言っちゃうかもしんないけど、整形がさすかどうかわかんないけど、まあわかんないけどね、そう死ぬかお前と一緒にってなっちゃう、心中してくれないか俺とそういう感じはね、あるからね、なんか今、俺も自分でそれを考えててね、死ぬかもって思ってみたいなね、手塚さん、どうですか、これは。 うん、そうですね。まあでも踏み込めないですよっていうところで, <laughs> そで、ね。そ <laughs> なんか、うん、そう。それは仕方ないなっていう感じはしますね。うん、で、でやっぱなんか、何 <laughs> <coughs>、何回か、その、でもアラートみたいなのを上げてそうな感じはしてますね。なんか、<coughs> ここ読んだ限りだけですけど、なんかその、高木 YouTuber はやりたいっていうのも、やりたいというよりは今、働いてるのが、 きついとかいやーほんとそうですよ。<う>一発逆転欲求ってことですからね、うううん、これって言い方があれになっちゃうけどなそうだから,から結構その目の前にすごい嫌なものとずっと直面しながら生きてるっぽい感じは、ここを読んだ感じの想像しちゃうんで、そうですよねまあ大変なんだろうなっていうところを、まずそそ,、ね、そっちの目線で見た方がいいような気はしました、ねうん、なんかその良くないよじゃなくて、大変なんだねっていう方うが目線で。 そうですね。そこでまあどの程度踏み込んで寄り添えるかみたいなところもね、うん、踏み込みの人なんだけど、まあやってること自体はねその良くないことだからねその、うんうん、その悲し過去があっても別に今差別していいというわけではないという。うん、まあそれはそうだ。うん、うん でも、まあ寄り添いたくなるよね、それはもちろん。そうだよね。うん、それが想像できるとね、やっぱり。そうですね。うん、だから、まぁ、ちょっともうちょっとなんか、その、まともになるというか、そういう差別的発言とかしなくなったとき、なったときに、なんか、うん、あのー、それを受け入れられるような感じになってればいいような気がしますね、うん、なんかその、うん。だからこそ最後の一文がね、その、来、ね、るなっていうね。そう,そうだね。なんか、異個、うん、人になってそっちに、 い,いるよりはこっちの方が楽になれるっていう感じのなんか道筋を作るぐらいが多分限界。そうですね。なんか人の人生を背負うことってかなり厳しいんで。うんうん、うん。そうですね。相当過去がない,とないと難しいから。うん、まあなんかそれぐらいかなって感じだと思いますね。なんか。あそうだね。向こ、うん、はい,はい,はい、はい、これで、これがいいんじゃないかなと思います僕、うん、は、うん。うん。ありがとうございます。はい。素晴らしいです。うん、というわけでじゃあ次のお手やりに行きます。はい。えー 田園都市線さんから。 えー、中野さん、荒牧さん、手塚さん、こんにちは。毎週の更新を楽しみにしています、えー。中野さんが悪夢についてツイートしていたのを拝見して、今回メッセージを送らせていただきました。<ー>えー、これまあ8月16日に俺が悪夢についてツイートしたらしいんですけど、全然覚えてないです。うん、僕は疲れていたり、ストレスを感じるときに歯が抜ける夢を見ます。乳歯が最後に抜けて20年以上経っているのに、あの中途半端に肉で歯がつながっていてグラグラするものすごく不快な感覚が鮮明に蘇みがります、えー。ふと歯が抜ける夢について調べたところ、実はこれは定番の悪夢で、悩みや不安を抱えている人がよく見るものだそうです。 自分だけだと思っていた感覚が実は多くの人の無意識化で共有されているものだったと知って夢って面白いなと思いました、えー、ちなみにストレスの数値に合わせて抜ける歯の数も多くなるので自分は今疲れているなという指標にもしています皆さんはよく見る夢とかありますか良い夢でも悪夢でも良かったらそれぞれの体験を教えてくださいできたらその夢が何を意味しているのか自分なりに分析もしていただけたら嬉しいですよろしくお願いしますということでありがとうございます、うん、まあ俺でもねこれあ俺自分ってちゃんと磨けてんのかなっていうさ、うん 疑心暗鬼になる時って自分で歯磨いててあんだけどこの時とかになんか歯がボロボロボロってなんか3本ぐらい抜けるような直憂すぎないそう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 でもそうだよやっぱり歯ってさの他の骨と違ってさ戻らないっていうあれがあるわけじゃないですか前提があるからそういう夢になるんだけど絶対骨折とかでもさ言うたら半年すりゃ治ったりするわけじゃないですか でも歯はそのさ、すごい直接的な喪失感としてさ、その、あの、なるというかね、もう取り返しがつかないというかね、行ったっきりのなんか、一方通行みたいな感じになるからさ、ゾンビがたくさん出て、パニックパニック、世の中になったら、歯磨きだけはちゃんとしろって言いますからね、あそうだね、歯がダメになったら、今、アルバキュタが行ったり取り返しがつかないから、覚えておいてください、皆さん。 そうですねこの歯の抜けるやつ、よく見ますよ。今さっき見てないですけど、僕もよく見てて、なんかその抜けてしまったあと、やべと思って戻して、大丈夫、大丈夫な、それがもう手塚さんの社会人生活をね、安易しているとも言えるっていうね、抜けてだめになったけど、やべで戻して大丈夫なふりをする。 全然大丈夫じゃないよ。大丈夫じゃないよ。心の心はもう無理だって言ってんじゃないですか。そうですね。でも、あーってなって全部抜いちゃうときもありました。抜けそうなやつを全部抜いて。ゼロじゃないですか、もう怖いよ。もう残りなしでも逆に言うと、歯が抜ける夢見てないってことは、俺まだまだやれるんだなみたいなことにもねなりかねないから、怖いですけどね。うん 最近まあ夢見てないから大丈夫ですよって言いながらね <laughs>、うん、そう働き続けたら怖いもう目が <laughs> 目が座ってねおかしくなって <laughs>、うん、夢は所詮夢ですから夢なんか見てるはずなんだけど,だけどすぐ忘れちゃうな、うん、いや俺ねあの外で裸になっちゃう夢っていうのを結構見るんですよへえそれはだからなんかエッチな欲求がってことですかいやエッチな欲求っていうかやっぱりそのなんだろうあれパッツないとか、うん、そのなんかかあかなんか 全,全裸じゃんとかなったりして、うん、あのだからどうやってそのごまかしながら家に帰るかみたいなゾゾっていう感じあじゃあバレた瞬間はゾゾなんだ夢の中でバレた瞬間ってか多分周りに誰もいなかったりとか<ー>今はバレてないみたいな状況なんですょ、ね、なるほどね、うん、でそれでなんかそのあれやべえなんで俺こんな格好なのみたいな感じになって、うん、あのどうにかして らなきゃっって思たりとかどうにかして履くものを作らなきゃとか俺最近よく見るのがね最近よく見るっていうほど見ないけど数か月に一回見るのが T シャツの上だけ着てあの下も真っ裸みたいな感じで T シャツをこう伸ばしてその彼氏の服を着たダボダボの彼女みたいな感じのみたいにグって伸ばしてその下半身が見えないところまでやって。 俺はダボダボの服を着てますよみたいな面をしながらその, <laughs> あの裸足でねそのコンクリートの上をペタペタペタって開きながら逃げ去るっていうような感じの夢をよく見る。でもなんか大学卒業できないかもみたいなさ夢をいつまでも見ちゃうみたいな<ー>なんかそういう何か今俺忘れてるんじゃないかとか不安、うんうん、今このなんかしでかしちゃってるんじゃないかみたいなのはあるのかもね表出の仕方が違うだけで。うんうん そ,うそれなんか寝てる時は僕なんか結構ズボンズボンはいてない夢たまに見ることがあってでもその時僕ズボン履かずに寝てる時にあ,じゃあまんまう寝てる時の感覚となんか夢の中の感覚が一致しないからそうなってるのかなって思っててあとなんか走っても走っても実は進んでない夢とかっていうのを見るんですけど、うんうん、それも体は実は動いてないから、うん、なんかよく考えたら動いてないやなって。 っていうその体の感覚となんか夢の中のついつの合わせでそうなってるのかなって思ったんでほどねうん確かに荒牧さん寝るとき服着てるんですか、えー、ノーコメントですか、うん、でねいやまあ僕はあ,のあんまり服着たくないからだいたい T シャツパン1みたいな感じなんですけどああじゃあでもそれがでもニュートラルならねあれだよねそうでもそれで、うん、たまにそのなんかもうパンツすらその足で脱いじゃうみたいな 時もあるんですそういうような状況が結構あれだから、うん、だから多分なんか心のどこかでそれ,それに危機感を覚えてるんでしょうねそのあ<ー>なんかパンツめんどくせえみたいなので,<ー>でなんか目が覚めたらなんかそれが外にいてみたいな状況っていうのがありえないこともないって思ってるからそうかそう怖えーって思ってるのが夢になる,だる <laughs> なるほど <laughs> <laughs> 深層心理的な夢で言うと、僕なんかですね、汚いトイレの夢っていうのをたまに見てたんですよね。うん、まあ一時期よく見てて。面白いね。汚いトイレの夢ってなんか、<laughs> なんか、階段みたいだな。<laughs> いや、なんかどっかに泊まりに行ったりだとか、なんかしたとき、うん、なんか夢の中でしたときとか、うん、新しい家に来たときに、なんかトイレが異常に汚かったりだとか、うん、なんか、その、どういったい,いかな。なんか とにかくいろんなタイプの汚いトイレが出てくる。このトイレこれで大丈夫なのかみたいな。うん、廃墟みたいなトイレとかね、例えば。うん、そのなんかその、あの、夢の中であったやつだと、そのタイルのあるところの真ん中になんか四角く掘られた穴があって、これがトイレだって言われて、<laughs> でそこに汚水がタプタプに詰まってて、<laughs> え、これがみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> とんでもない謎のも謎もね、うん、そう、汚いトイレっていうのがあって、でもなんかどうにかしないといけないけど、どう、なんか、 使わざるを得ないみたいなことがこの中になんか関係してるのかなとか思ったりします夢の内容を聞いてもさ、さらにシャレコア感がある。ね、ねなんか。さ、サル夢みたいなね。次は絶対にトイレしてくださいね。だんだん近づいてくる、ね。だんだん近づいていくる。うん 次にいた時にはもうトイレするしかない、まあ、トイレするしかない、うん、<laughs> そうですね。なんから有名な、やっぱ不安、不安がすごいよく出てくるような感じはしますね。で,すねでも最近あんま見てないから不安が少なくなってるかもしれない。綺麗なトイレいっぱい使ってるからですかね。そう <laughs> <laughs> ですかね。そうですね。まあ、確かに。まあでも今生活圏内にあるトイレ大体綺麗だから。うん <laughs> 俺たちが子供の頃はね、まだぽっとんとかね、たまにありましたからね、やっぱり。ありましたね。ま公園のトイレとか大体切ってないですし。そうそうそう。れ実家、ぽっとんでしたからね、だって。うんうんうん。結構、田舎に行ったらぽっとんとか全然普通にあった汲み取りもしてたし。しかし全然夢といえばの弾痕の象徴がなかったですね。なんかその。ああ、弾痕の象徴。の象徴。 いやでも、すっぱだかで街を歩くのは弾痕の象徴かもしれない。自分自身が一本の。あと、まあトイレといえば霜の話だから霜の話それも弾痕の象徴でもまあでも、ふわりとそんな感じはあんま言ってない気がします。僕なんか学生の時に、でもなんか怒られ話がね。怒られ話を思い出したから、またツイッターで何回も書いてるんですけど、後輩がなんかその同じ。 同じとこにいる女の子がよく夢に出てくるんですよって言ってて、うんうん、まあ、かなりラブ的なニュアンスがあるの、うん、言ってきたから、ああ、ななさんって言ったら、フロイト的に言うと断コの象徴やからねっていう <laughs>。<laughs> 軽く口を叩いたすげえ怒られて。それはそうだろう <laughs> 面白いこと言ったつもりはすげえ怒られた。<laughs> 面白いから怒られてんだよくないな。うん <laughs> 真面目な話してるときに面もい気分するなっていうのが起こりたポイントねじゃあ次のお便りいこうかな<や>あ,あお便りじゃないんですけど子供の頃バカでしたかっていうね話がんか手塚さんと荒木さんが盛り上がってたから俺はよく知らないんですけどそ,<う>その <laughs> 自分が子供の頃バカでしたかっていうねミステリーという流れのセリフがあるってのは知ってますよ俺もそうそうそう,そ,うそれがツイッターで盛り上がってたってことを知らないんですよ俺なんか俺もさこ,こんなこと言われたらさ なんかさ、そんんんかもしんないじゃんその、バカかバカじゃないかはさ、人それぞれだろって思ってさ、うん、もしこの言葉で俺がさ、バカだったらどうすんの君、責任取れるって思っちゃうよね、そのなんか、うん、なんか俺が恥ずかしい、恥ずかしいさ、踏みをしなきゃいけないわけじゃん、そのことそんなこと言われたらさ、その、いや、バカ でしたけどみたいなこととかをさうん、うん、わざわざそのさその明かさなくてもいいこっちのさ、うん、ことを明かさないと相手の花は明かせないわけですよその、うん、前の理屈のそのそのね弱点をね、うん、あれするためには開築、うん、しなきゃいけねえじゃん俺の恥ずかしいことをさ、うん、だ,だ俺の恥ずかしさを人質にとってさ あの有利ににことを進めててんんじゃねえぞって思いませんか確か確一回も付き合ったことがない人なんてまあいないでしょうとか、うん、そう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 、うん、週刊連載できない漫画家なんていないでしょうとか,、ね、とかいないでしょうね、うん、って言われたらさ「うん、いっつ?」ってなってさ <laughs>、うん、話合わせないけどまあいないまあ少ないかもねみたいなことさボソボソ言わなきゃいけなくなるのはさお前ずりそういうことも分かっ ってねえわけねえだろって思っちゃってさ。え何これってシンプルにミステリーと言う勿れに対するムカつきを言う場ってこと今ここって。<laughs> や違う。なんか、ツイッターでなんか別の文脈で流行ってたみたいなことじゃないのいや、でも多分、僕が見たのは、普通にそこの,、うん、あのコマキャプチャーだけ出てきて、みんながいろいろ見てたんですけど、うん、でも、これ、今ちょうどね、ミステリーという勿れが映画化によってあの読み放題になったんですか。企画にしたんですけど、うんでうん、えっとです、ね、3巻の37ページ。 そうそうそうこれだからツイッターで流行ってたのはどっちかっつうともうちょっとその和やかな感じなんだよね俺とかよりはだからその自分がバカだったよっていうことを、うん、あの解禁する場としてそのコマを張ってる人が多かったんですああ<ー>俺はこんな風なバカだったんだよ実はみたいな漫画ではいないバカな子供なんていないとされてるけどされてるけどそうでも子供の頃の俺はバカだったなっていう和やかな, <laughs> な、ねうん、そう あのツイートがあったんだけど、俺ももう怒りに震えてて、うのと思いながら。でも、なんか一応、これ読むと、ニュアンス的にはそういう話とはちょっとずれてる気がしてて、子供に何か、子供なんてなんかなんかやらしたってわからないだろうっていう話をして、このバカっていうのは、子供だからわかんないとか、子供だからすぐ忘れちゃうとかっていう話じゃなくて、子供だってちゃんと。あの 例えばそ、その子供が大人になった時にそれを思い返して自分が何かやってしまったとかって思うかもしれないとかっていうようなニュアンスなんで、なんか、あの、このバカっていうのは単純にバカでしたよって済むような反応ができるような言い方ではないかなっていうのは思ったっていうのと、ただ、なんかこの、この物言いに対するなんか違和感っていうのは僕もあって、なんか結局、バカじゃないで,ですよねっていう、 こと言わすためにあなたをばかり使うす。うすうす話を進めようとしてんだよなって,って。そうだ、うん、から相手の心をコントロールしようとする方法として、これが適切だと、苦悩を整うく君は思ったんでしょうけど、うん、なんかそれは相手をね、その、軽んじて言い過ぎてるんじゃないか。ここれで丸め込まれると思われてる時点で、なんかすげえ舐められてんなっていう感じのことがするんですけど、まあ漫画の中ではなんか説得されちゃうから、ちょっと。うん 頑張れよって思って。お前おもっともっと頑張れよ頑張りよ,頑張よあろうなんうと。確かに。子供の頃バカでしたか<う>って言ったらみんな自分をバカとは認めたがらないはずだから説得できるはずっていうような心理で、うん、う心理誘導をやっとるけど、うん、そんな言葉のマジック程度で引っかかると思いかっていうことですよね。なんかそのさ、うん、なんかやっぱり口がう手いからさ,そのさ、いや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 、そんな人によるでしょみたいなこと言ったらさ、うん こっちがそのなんかあの空気読めてない間抜けみたいになるじゃないですか。ああいうものかされるとさ、<laughs> されるとさ、<laughs> <laughs> 過去の、ねね、嫌なことを思い出しながら喋ってしゃべって思って。 だね、これはバカには見えない、バカには見えない服ですっていう手を使ってるわけだよね。そうそう,そうそう。で、なんかやっぱ裸の王様はまあ裸、うん、ああいう着ても別にいいですけど、うん、もうちょっと偶話的だから、うん、もうちょっとなんかリアリティのあるところで普通に裸の王様みたいな説得のされ方をして、騙されちゃうって思ったら、おい王様裸だぞってすごい思っちゃう。そうですよね。<laughs> いやそうなんだよなでも本当に、 でもまあ難しいですよ、うん、なんかこのなんかょっとびそうとするやつだとなんか、うん、結構警戒心が生まれちゃってなんか読みづらくなってんのかもなと思ったかなり見せてるというかを読んでて思ったの、うん、主人公が結構本当になんかその催眠光線を放ってるようになんかね結構周りの人がこうボ、うん、ーっとしながらその <laughs> うなずく感じになるからさ、うん、だから。 これまずいかもっていう気分がね、なんか結構読んでてムクムクしてしちゃう。うんうそうですね。まあ最初の方の話とかあって、そういう説があるというだけですみたいなことを言ったら、じゃあダメだろって思って。じゃあダメだろそれはそんなのっっ。うん、<laughs> あでそこで食い下がらないってすごい<笑><笑>思っちゃうけど。まあなんか多分、描きたいとか別にそういう話ではないと思うんで、面白く,面白く読んでるんで別にそれはいいんですけど、<laughs> もっと頑張るよって思っちゃう。<laughs> <laughs> もっと反応しよ楽いからね <laughs>、うん、やっぱり論破されたくない男たちって感じそれもうすぐに戦いをね <laughs> 自分がこう言われた時に素直になってしまったのなんかやっぱなんかねそのねナーフされてる感じがしちゃうから <laughs> う負けるために現れてる何かおいおい姉ちゃんなんかいいなんか兄ちゃんいい音捨ててんじゃんみたいなやつが来た感じに思っちゃう, <laughs> う、ね、かる <laughs> 路地裏でね、やられるためのヤンキーがポップアップしていますたね。マグダイはたヤンキーが来てるっていう感じがしかる。そうなんだよな。それになるとちょっとしらけちゃうみたいなのはね、わかりますね。やっぱ強くあってほしいよね、やっぱりそう。強いやつとね、ほと僕モリアーティみたいなのが出てくれたらいいんじゃないかと思いますけどね、なんか、ああ行ったらこう言うみたいなさ。だからモリアーティが欲しいってことでしょ、ホームズに対するね。そう エリクツ・モリアーティが来てくんないとやっぱ広んひろゆきみたいなの出てきてくれたら安いどっちが勝っても嫌なんだけどみたいな最悪のマッチングになっちゃういや主人公勝った方がいいでしょまあそうだねそれだったら主人が勝ってくれるそこまで気合ってないよというところかなまあ30分ぐらい経ったんでなんか業務連絡的なものがありましたっけ ないいよねでも多分えーいや、うん,んまあ、お便りくださいぐらいですかね。あそうか、イベントでそのお便りを読むんでそ、ね。そうそうそう、まだこれギリギリ間に合うから、そのイベントに。ね、確かに。うん、これ、最後のね、そのタイミングなんだよね、このタイミングが。だから、お便りくれる人はこのタイミングで送ってくれたら、まだ間に合う、まだまだ間に合う。<laughs> うん、そうだね。まあ、でもそう、そうですね。まあ、イベント前日ぐらいまで別に来たいやつは。そう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 。 前日だともしかしたら俺は拾わないかもしれないけど前日だとその前前日ぐらいまでだったらリ前前日かな前前の週な前はあの紙にねしてそうそうそうプリントアウトして皆さんのお手元にみたいな感じで登壇者にね配ってたからだからまあそういうことができなくなるからねやっぱりそうそうそうみたいなねだからまあ早いに越したことない確実にそれでも読まれるかどうかあのさじ加減なんで俺のわかんないんですけど ど,ど,ういうどういう種類のやつが欲しいかとか。どうい、ん、う種類が欲しいんでしょうねあで。まあ、ひじきさん来てるから、ひじきさんとかがいると、確かに普段とは違うようなものがあるような内容とかだと読まれやすいかもしれない。まあ、皆さんが想定してね、これなら盛り上がるやろって球を投げてくれるのがありがたいけど、うん、どんな話がしたら面白いんだろうね。まあ、イベントで読まなくても、その後、普通常会で読むかもしれない。にどんどん送ってください。うんうん どどんどん送ってくだださいそうだね何かなまああれじゃない皆さんの初めて会った時と今の印象の違いをみたいなよく VTuber が答えてるやつ <laughs> <ー>、うん、とか何かねそういうやつとかねまあちょっと考えておいてください、はい、じゃあそんなところで今週は終わりかな、はい、はいお疲れ様ですは